今回は少し違った角度から韓国 F-35 A 戦闘機状況を見ていくよ。最後にこれを見た日本の反応についても紹介していくね。特に整備や修理の課題が浮き彫りになっているな。韓国の戦闘機運用に対する疑問や批判が多いようだぜ。やっぱり日本での整備自体は望んでいないし、LINE 問題から反日感情を煽っている次期有力政権が今後また日韓関係破綻へもたらすとも言えるよね。レーダー照射問題についても触れていくぜ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。時は2020年6月22日まで遡り、韓国のチョンジュ空軍基地において、F-35A ステルス戦闘機が離陸準備の作業をしていた時のことなんだけど、実はその日の午後から、とある訓練が予定されていて、合計7機の F-35A ステルス戦闘機が参加したんだ。韓国空軍は敵のレーダーに捕捉されることがない、自分の作戦を速やかに実行できる戦闘機 F-35A を40機ほど2021年までに実戦配備する予定としていたよ。ただし、ここで少し問題というか、課題があることに気づいたわけだが、平時の戦闘機は、分解整備や不具合の修理、時にはアップグレードを行わなければならず、これらは国の防空を担う重要な精密機械である以上、当然のことなんだよな。この F-35A ステルス戦闘機はアメリカの航空会社ロッキード・マーチン社が製造した航空機であり、相当高額で購入させられたと思われるが、戦闘機自体の設計図などは完全非公開となっているぜ。もちろん、製造したアメリカ側としても、優れた戦闘機の機密に触れる部分は、公開したくないのは当然のことであるため、絶対に設計図も渡さないと思うぞ。そうなると、アップデートするにしても、修理をするにしても、購入した韓国の能力や技術だけではお手上げ状態になると考えられるよね。さらにはっきり言えば、韓国では機体の内側には決して触れることもできないのが現状であるため、製造元のアメリカ、もしくは技術力に定評のある日本やオーストラリアなどで整備しなければならない羽目に陥っているってわけ。しかし、韓国が日本に修理を依頼することは絶対にありえないだろうけど、万が一にでも、そういうことがあったとしたら、今までの様々な経緯を振り返っても、日本としては韓国の申し出を丁重にお断りするのが妥当だよな。その上で整備するなら他の国を探してくださいとアドバイスをするのがベストだろうし、さらにそこで今まで散々嫌がらせみたいなことをしてきたのに、困った時だけ泣きつくなんて、勝手すぎるでしょう。日本では受け付けることができません。どこか他の国で修理したらいかがでしょうか？と言って、あからさまに拒絶すると世界の目が気になるため、あくまでも柔らかくお断りした方が身のためだと思うぜ。それじゃあ、ここから日本の反応を見ていくよ。韓国が新しい法案を作るらしいが、それは戦闘機のメンテを日本では絶対しないという法案だそうだ。日本はアジアの整備拠点 FACO なのに、どうしても日本には来たくないらしい。戦闘機のメンテナンスをするのが戦犯。戦犯と騒いでいる三菱重工だと知ったら、スピードアップして法案成立だよね。日本が嫌なら、自走で太平洋を越えて、アメリカかオーストラリアに行くか、もっと遠いヨーロッパのイタリアまで行って整備すればいいよ。その途中でレッドチームにでも寄ってステルスの内部を見せて情報を買ってもらい、購入資金に還元するかもしれないけどね。このような、かなり辛辣な感想が投稿されていたね。ちなみにレッドチームというのは中国だけでなく、ロシアなども含めた共産圏を指して使っているんだろうな。もともとの意味は業務等を改善するために作られた、違う視点を持った社たちのグループということだったが、レッド赤、すなわち共産党という連想でレッドチームと呼ばれるようになったらしいぜ。さて、当然ながらアメリカ製のステルス戦闘機を購入するという韓国の行為に対して、事実上まだ停戦中の北朝鮮が黙っているわけがないよね。おそらく金正恩総書記であれば同族でない韓国が北朝鮮との融和を前面に出してきても、裏では我々が信用できないと思って、軍備増強に走ろうとしていると認識するんじゃないかな。再び2010年のヨンピョン島における北朝鮮軍の砲撃で4人が死亡した。悲惨な出来事や38度線に緊張が走るようなことが起こりそうだね。それと、
もう一つ懸念されることがあって、韓国が他の国にステルス戦闘機の情報を、売ってしてしまう可能性が高いのではないかと推測されていることだ。もちろん、このあたりはアメリカとしても十分理解していて、それなりの対応策を準備していることは間違いないだろうな。表向きでは同民族と言わない韓国と北朝鮮は裏で他国に対して歩調を合わせることも多いから、アメリカも韓国と同民族と思っている北朝鮮を無視するわけがないぜ。日本政府の考えとしては極東アジアの国々のパワーバランスを保つためにも、日米韓 vs 中ロ北の図は維持したいはずなんだ。今までも幾度となく動きがあった朝鮮統一だけど、万が一にでも北と南が一つの国家になったとしたら、統一朝鮮の戦略として、日本やアメリカ、中国とロシアの対立軸に、自分の都合の良い時だけ、どちらにもすり寄る国家になるだろうね。そして、裏で取引を餌にした外交が展開されることも十分に予想されるな。国の政治戦略としては当たり前のように行われるパターンでもあるコウモリ外交が横行し、かつ統一朝鮮が激烈と言えるぐらいの反日国家になることも容易に予測されるぜ。そのやり方は常に上から目線で、かつての旧日本軍が駐留していた頃も蒸し返し、自分たちの拉致問題を、棚に上げつつ理屈の通らない外交を仕掛けてくる可能性もあると思うぞ。もともと国内の不満を外国への憎悪にすり替えるという考え方も、政治手法としては古代中国の時代から、現在の習近平政権によっても植え付けられているね。統一朝鮮内でも自国民の不満を日本に責任があると理由付けして、あからさまに反日運動を、後押しするかのような振る舞いも、今までの前例を見れば朝鮮で当たり前のように行われる現象なんだ。そういう事実や想像から導き出される結論として今なお続く朝鮮半島が分裂した状態で、かつ互いが戦争状態であることが日本やアメリカにとっての国益になるというだよね。それじゃあ、ここで再び F-35A ステルス戦闘機に関する掲示板の書き込みを見ていくよ。どう考えても韓国が作るステルス戦闘機 F-35 は、グレードが最低ランクだ。なんと、5段階中、一番下のレベル1である。どうして最低なのかの答えは簡単で、価格が安いからだ。つまり、防衛予算が少ないから、多大な費用をかけられないということである。もしかしたら内部備品を節約しているのかもしれないな。アメリカから買った韓国仕様の F-35 戦闘機は、レーダーやセンサーのレベルも低く設定してある。あの戦闘機の重要なソフトウェアのアビオニクスの性能も驚くほど低い。こちらも最低のレベル1であるのは、経費節約のせいだから仕方ないか。このアビオニクスというのは、航空機には必要不可欠な機器であり、飛行のために使用される電子機器のことを指しているぜ。その中には精密な通信機器、航行システム、自動操縦装置などが含まれているってわけだ。単に羅列されただけで、これらの性能が低ければ低いほど、戦闘機自体の能力にも影響が出てくるだろうということが容易に想像と思うぜ。要するに近代戦闘機のアビオニクスの性能が低いということは、その戦闘機は全くもって使い物にならないという結論になるぜ。はっきり言ってしまうと、韓国が持っている F-35 ステルス戦闘機は見かけだけのハリボテ飛行機と言ってもいいかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。